地上ホーム効下、ホームコマーシャル、ブロードウェイ駅は、カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバー市にある、スカイトレインの駅である。この駅は、エキスポラインのブロードウェイ駅とミレニアムラインのコマーシャルドライブ駅が合併したものである。これらの駅が正式に今の駅名に変更されたのは2009年9月7日で、新しく開業した、カナダラインのブロードウェイシティホール駅との混同を避ける、 ダメであった。コマーシャルドライブ駅が今の1.2番ホーム、ブロードウェイ駅が今の3.4ホームに該当する。島式1面2線の地上ホームと島式2面3線の高架ホームの合計3面5線の駅。高架ホームがエキスポライン、地上ホームをミレニアムラインが使用している。双方のホームの間は移動距離が大きく、かつ掘削内の地上ホームから、 高架ホーム間の移動を強いられるため乗り換えに時間を要する。ウォーターフロント駅方面の電車は両側のドアが開く。5番線は2019年に新設された。東バンクーバーにあるブロードウェイとコマーシャルドライブが交わる交差点の東側に位置する。また、リトルイタリア地区の外れでもある。エキスポライン、ミレニアムライン。ありがとうございます。